あ、皆さん、おはようございます。そしてこんばんは、新倉正幸です。よろしくお願いします。今ですね、アメリカ、アイオワ州の、1ドルショップに来ています。今ね、アメリカはハイパーインフレ、というようなね、お話が囁かれていますが、本当にですね、ハイパーインフレなのか、まあ、中にはね、安いお店もあるんじゃないかなと思ってですね、いわゆるアメリカのダイソーですね、100円ショップに来ています。いろんなもの置いてますね。このお菓子とかもね、100円、1ドルですね、約110円ぐらいですか。安いですね。ちょっとね、要望があったので食品コーナーを見てね、行こうと思います。この辺はね、シャンプーとかなんですけど、これ1ドルってことですかね、やっぱり全部。安い。エブリシング。1ダラ、1ドル。安いと思います。やっぱね、お店にもよると思うんですけど、日本のダイソーより洗剤とかでかくて安いんじゃないですか。買ってこうかな。これね、ボディーソープとか、シャンプーの類だと思います。これね、アメリカの、1ドルショップですね。いわゆる日本の100円ショップですね。で、ちょっとね、食品見ましょう。洗剤系も安くて、よくこういうのって日本で売ってるじゃないですか。こういうのもね、100円でありますので、安いな。で、いろんなアイスのでかいのも1ドルですよ。ここ安いかも。こういうお店でね、その経済が持ってるってとこもあるかもしれませんね。で、高いとこは高いんですよ。外食するとね、普通にその、日本の牛丼屋さんみたいなところで10ドルとか、マックでもね、10ドルぐらいするんですけど、安いものは非常にね、安いといった感じです。あ、肉とかあるじゃないですか。ちょっとこれも買っておきましょう。はい。ちょっと5日間ぐらいまだアメリカにいますので、いや、素晴らしい。で、クッキングペーパーですかね。こういうのもまあ1ドル。なんかね、日本の100円ショップより、なんかでかいものも100円で売ってるイメージですね。日本だってこれ200円で売ってそう。まあイメージですけどね、水も100円か。あ、失敗した。さっきね、2ドルで買っちゃったな、もっとちっちゃいの。2ドルくらいでね。まあ、5日間ぐらいいますので、よしとしましょう。あ、安いわ。これも100円なんだ。100円。安い。ちょっとね、フルーツ系いっぱいありますよ。先ほどね、ライブ中だったんですけど、YouTube ね、切れちゃったので、録画形式で。100円安いかも。1.89 リットルのアップルとかが100円ですので、素晴らしい。コーヒーもね、コンビニとか行くとだいたいこれ1本1ドルとか、もっとする2ドル近くするんですけど、これで100円は安いですね。ほんと100円なのかなと思ってきた。で、まあ、スプライトみたいなやつなんですかね、レモンライム、2.75 リットルで1ドル。まあ、コーラみたいなの1ドル。安いですよね。まあ、皆さんね、もしコメントで、これ買ってほしいとか、飲んでみてほしいとかがあればですね、言っていただければ。まだ5日間ぐらいいますので、アメリカにですね。お菓子とかも、すごいいっぱいありますね。あ、ケチャップも100円ですよ。ハンツって書いてありますね。ハインツと書いてないような気がします。ちょっとね、英語読めないんであれですけど、マスタードもあるので、で、しかも、なんだろうこれ、胡椒とか、香辛料類も1ドルで、結構な品揃えあるので、日本の業務スーパーより、ね、いわゆる一般的な、安いものもあるかもしれませんね。こういうのも1ドルでしょ。うん、素晴らしい。
ぜひね、まだいるので、こういう違うもん見たいとかね、ぜひコメントいただけたらと思います。あ、これなんかも安いよね。こんなのほんと100円1ドルなのみたいな。チーズでしょこれ。このサイズで1ドルだったら分かりますけど、このサイズ日本だったら300円ぐらいしますよ。安くても400円とか。それ1ドルなんだみたいな。で、缶詰も日本の缶詰よりでかいです。うん、これ1ドル？トマトの。安いな。日本より安い気がする。で、ハイパーインフレもね、そのお店によっては結構高いものばっかりなんですけど、安いとこはね、非常に安いという、ちょっとね、実感です。エブリシング1ドル。好きな人はね、これで何食もいけるかもしれない。まあ普通の日本の、マルちゃん、焼きそばはいいかも。日本と同じですよね、ほぼね。で、飴類、お菓子類も、なんだろう、日本と変わらないですよ。だいたい100円ショップで1個売ってるので、こういうのね。素晴らしい。ホテルの近くなので、また来ましょう。でね、さっき思ったのが、さっきね、違うところでですね、スニッカーズ買ったんですよ。で、これ6個入ってて小さいのですけど、1ドル。日本だと、日本のダイソーってちっちゃいのが3つで100円ぐらいだったりするんですよ。こっちの方がね、1個はちっちゃいかもしれないですけど、結構な大きさで1ドルだとこれ安いと思います。皆さんはどう思いますか？まあ、これがね、今アメリカの現状です。で、でもね、ガソリンとかは上がってるんですよ。高いスーパーとか、高い、デリバリーとかね、ご飯頼むのに高かったりするので。でもお店によってだな。スニッカーズがね、これもいくつか入って100円なので素晴らしいんじゃないでしょうか。ちょっとね、見たい方がいたので、ぜひね、見ていただけたらと思います。で、なんだろうな、気軽にね、あれ見たい、これ見たい、アメリカのうちしか、いるうちしか見れませんので、ぜひね、言ってください。ただこのお菓子だって安いよね。素晴らしい。アメリカからのね、現状リポートでした、みたいな。リポートって、ね、ジャーナリストかよ、みたいなのありますけど。さっき同じもの倍ぐらいで買った自分がね、あれですけど。まあこんな感じです。皆様ね、いつも私の動画見ていただいてね、誠にありがとうございます。ちょっとね、アイスも食べたいので、アイスも買ってきましょう。はい。で、ぜひね、チャンネル登録といいねもよろしくお願いいたします。で、一番の安かったのはこれです。私が安いなと思ったのはこれ、チーズだと思うんですけど、違ったらすいません。日本で300円以上、500円ぐらいするものが100円で売ってる気がします。はい、ということで皆様ありがとうございました。ぜひね、今後ともよろしくお願いいたします。お疲れ様でした。